こんにちは、江西道真宮整骨院の福井です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日は肩こりの原因についてお話ししたいと思います。肩こりってね、整骨院に来られる悩みの中で腰痛と一緒に1、2を争うぐらい多い悩みです。慢性的な肩こりっていうのはマッサージしても、整骨院で電気を当てても整形外科で見てもらっても原因がわからない、そのうちストレスによるものだって言って流されてしまいます。もちろんストレスによる肩こりっていうのも最近では考えられるんですが、肩こり自体にもしっかりと原因があります。その原因を知っていただくことで、そこへの治療であったりストレッチの方法っていうのが分かってきますんで、今日はしっかりと肩こりの原因について見てもらえたらなと思います。それではやっていきましょう。肩が凝るっていう感覚は首から肩にかけての筋肉が硬くなっているからですよね。硬くなっているから、その筋肉であったりその周りの神経血管が刺激されて痛みとか凝り感っていうのを感じるわけです。今日はその凝り感を感じる筋肉を3つご紹介します。今日もミスターボン君に手伝っていただきましょう。ミスターボン君ね、ようやく顔が出てきて、なかなかのイケメンなんですけど、彼の肩を紹介したいと思います。肩こりの筋肉はもちろん背中側、首から背中側にかけてあります。一つ目は僧帽筋という筋肉です。この僧帽筋は漢字的には僧侶の僧に帽子の帽で筋肉、これで僧帽筋です。なんでこんな名前かというと、西洋の僧侶の方ですね、キリスト教とかの、僧侶の方が着ている服で、こう背中でひし形になっているような服があるんですよね、帽子ですね。そういった帽子を、筋肉に例えているわけなんですけど、形的にはここの後頭骨、後頭骨ですね、頭蓋骨の後ろ側から始まって肩甲骨の方にまずこういうふうにテントの屋根のように走っています。こうですね。でこの筋肉はさらに下向きにこう背骨の方に走っている。両方合わせて言うと、この後頭骨からビヨーンと肩のてっぺんを通って、背中の方にこう流れている、こんな筋肉、ひし形の筋肉です。なのでこの筋肉硬くなってくると、こうつまめるところあるじゃないですか、肩の一番上の簡単につまめるところ、こういったところが凝ってくる。これが僧帽筋の凝りです。2つ目は肩甲挙筋です。肩甲挙筋っていうのは肩甲骨を上げる筋肉って書きます。肩甲骨を上げる、どういうことかというと、頸椎、ここから肩甲骨のこのてっぺんのところ、この三角形の尖ったてっぺんのこの辺に向かってついている筋肉なんですね。場所で言うと、こういう感じ、こういう感じでついています。なのでこの肩甲挙筋に力が入ると肩甲骨をぐっと持ち上げてくれます。こうですね、肩をすくめるような動き、これが肩甲挙筋の動きになります。これも肩こりの方がしんどいって言われるような場所です。3つ目は菱形筋です。菱形筋はひし形の筋肉って書くんですが、場所は肩甲骨の内側、肩甲骨の内側のこのネジついてますよね、この辺りから背骨に向かってこうついてます。こうですね。でこの筋肉が硬くなると肩甲骨をぐっと真ん中に引っ張り上げてくるような動きになります。ここが硬くなってくると背中がしんどいとか、呼吸しにくいとか、でもちろん肩こりの感覚としてもあります。今お伝えした僧帽筋、肩甲挙筋、菱形筋、この3つが肩こりの方がしんどいと感じる筋肉です。では次に、なぜ今お伝えした僧帽筋、肩甲挙筋、菱形筋、これらの筋肉が硬くなるのかですね。硬くならなかったら肩こりにならないですよね。でも硬くなってしまう、これはなぜなのかということについてお伝えしたいと思います。硬くなっているのだから力が入っているんじゃないかって思われるかと思うんですが、それだけじゃないんです。力が入るのにも理由があります。この理由が筋肉が引き伸ばされているからです。筋肉っていうのは伸び縮みしますよね。で、常に縮んでいる状態、たわんでいる状態が一番楽な状態なんですけど、筋肉がぐーって引っ張られてしまいます。引っ張られるとゴムとかだったらブチって切れちゃうじゃないですか。切れるのは筋肉的にはよろしくないということで、筋肉は縮もうとします。この伸ばされて縮もうと常に力が入っている、これが肩こりの原因なわけです。ではなぜ筋肉が引っ張られているのかです。
引っ張られなかったら筋肉はギュッて力を入れて縮こまる必要ないじゃないですか。肩こりも感じないのにね。でも引っ張られている、これはなぜ引っ張られているのか。それは肩甲骨が本来の位置よりも前方に引っ張られているからなんですよね。いわゆる猫背とか巻き込み肩って言われる姿勢になっているからです。肩甲骨が前方に引っ張られるということなんですけど、例えばまたミスターボーン君の背中をお借りしましょう。ここに肩甲骨がありますよね。肩甲骨とここの首の間に筋肉がこういうふうに張っているんですよ。この筋肉、肩甲骨が前に持っていかれる、こういうふうに背中が丸まったり肩が巻き込んだりすると、ここの距離がビヨンって伸びちゃうんですよね。伸びるから筋肉にはグーって張力がかかってしまう。この張力は筋肉にとって負担のかかるものなので、戻れっていう意味でグッと力をかけてしまうんですよね。この力をかけて硬くなってしまう状態が肩こりなんですよ。なのでよくマッサージ屋さんや整骨院で電気を当てますっていう時に肩に電気を当てるんですよね。首から肩に当てたりだとか、肩から背中に当てたりだとかするんですけど、それって肩甲骨を前に引っ張ってる原因ではなくて、伸びてもうダメだ、伸ばされるって言ってる筋肉に例えば指圧とかねするわけですよ。伸びているものにさらにグーって押し込んでストレッチを、緊張を与えてしまうとどうなりますか。もうね、筋肉いやいやってなりますよね。で、余計に筋肉が緊張して固まってしまうんですよ。その時は押されてストレッチかかって楽かもしれないんですけど、そのマッサージが終わった瞬間から筋肉は修復しようと思って余計に力入っちゃうんですよね。これが肩こりが次の日の朝になったら戻っている原因なんですよ。なので、もしあなたが肩が凝っていてしんどいんであれば、ここばっかりマッサージされてもそれは全然解消にはならないです。むしろ悪化させてしまう、筋肉をより硬くしてしまう原因になってしまうので注意していただく必要があります。それでは本日の内容をまとめます。1つ目、肩が凝っていると感じる筋肉は僧帽筋、肩甲挙筋、菱形筋です。すべて背骨から肩甲骨に向かってついている筋肉です。2つ目、これらの筋肉が硬くなるのは引っ張られるからです。筋肉は引っ張られると縮もうと頑張ってしまいます。その頑張っている、力んでしまう力が肩の硬さであったり凝り感、痛みにつながってくるわけです。3つ目、これらの筋肉が引っ張られてしまうのは肩甲骨が前方に引っ張られるからです。肩甲骨が前方に引っ張られる猫背であったり巻き込み肩ですね、こういった姿勢になってくると背中側の筋肉っていうのはピーンって伸ばされます。伸ばされると縮もうと努力するので余計肩が凝ってしまいます。なので肩甲骨を元に戻すっていうことが治療としてストレッチをする上ですごく大事なことになります。その凝っている場所を揉んだだけではなかなか症状は回復しませんし、明日の朝になったらまた症状が戻っています。次回以降は肩こりの原因となっている肩甲骨を前に引っ張ってしまう筋肉、この筋肉に対するセルフケア、ストレッチ方法っていうのを紹介していきたいと思います。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではあなたが本当の健康を手に入れるための健康情報を日々配信しています。今回の動画を見てよかった、参考になったと思っていただけたらグッドボタン、高評価をお願いします。そして今後も健康情報を見逃さないためにチャンネル登録もしていただけるとすごく励みになりますので、よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。お大事に。